東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島。今週は市政情報課の広吉さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週の一押し情報は何ですか？今週は東広島ップについてご案内いたします。東広島ップというのは広吉さん何ですか？東広島ップとは東広島市が提供する地理情報システムで、東広島市のホームページ上で施設情報やハザードマップ、バス路線図、学校区などの市民の皆さんにとって役立つ情報を公開しています。平成27年の2月にバージョンアップを行いまして、これまでよりさらに便利になりました。広吉さん、どのようにバージョンアップされたんですか？スマートフォンでも東広島アップをご覧いただくことができるようになりまして、端末の大きさや画面の向きに応じて地図ページの大きさが自動的に調整されるようになりました。さらに経路検索機能が追加されました。経路検索機能では地図上の2点間の経路、距離を表示させることができます。またスマートフォンでは GPS で現在地情報を取得して目的地までの経路検索を行うことができます。では実際にどのように検索するんでしょうか？はい、それでは実際に操作をしながらご説明します。はい、ではよろしくお願いします。では自宅から最寄りの避難所までの経路を調べてみましょう。まずマップをハザードマップに切り替えます。ハザードマップをクリックします。次に自宅の住所を検索ボックスに入力し地図を表示します。今回は広大前交番を自宅と仮定します。そして経路検索に切り替えます。先ほど検索した自宅の住所を中心とした地図が表示されているので、現在の中心地を出発地に設定をクリックします。最寄りの避難所を中心に表示させ、現在の中心地を目的地に設定をクリックします。ここではキーワード検索で施設名を入力し設定することも可能です。出発地と目的地が設定されたので経路検索をクリックします。以上の操作で自宅から最寄りの避難所までの最短経路、距離、移動時間の情報が表示されます。広吉さん、実際に検索をしていただきました。簡単にできるんですね。自然災害が発生してしまうとやはり慌ててしまうでしょうから、こういった操作事前に調べておくっていうのもいいですよね。はい、では掲載されている情報ですが、今後更新されていくんでしょうか？はい、掲載されている情報に変更があった場合はその都度担当課が修正を行っています。今後新たな情報についても掲載していき、より便利な東広島アップにしていければと考えております。では現在掲載が予定されている情報というのは何かありますか？はい、心肺停止の時に必要となる AED の設置場所情報の掲載を検討しているところです。私たちの暮らしにより便利に身近になった東広島アップ、ぜひ広く市民の皆さんに活用していただきたいですね。そうですね。今週は市政情報課の広吉さんに紹介していただきました。広吉さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。